印象派が大好きなみんなが描く場所として「エトルタの断崖」ってあっただろう、うん、あのルパンの祈願城の舞台にもなったってこれこのね特徴的な針岩っていう、はい、これヨンキ金トなんだよエトルタも結構ヨンキ金トが最初ぐらいなんだよ描いてんの、うん、これね1853年の作品なんだよねエトルタ描いて。 だからここでちょっとそのエトルタ崖比べを <laughs> してみようかと思うんだけど四金と書くじゃないと当然写実主義のクールベ先輩も書くよねでもちろんブーダンも書くよもちろんモネも書くよ <laughs> それぞれの違いが。 あの今まあたまたまこれ以外もいっぱいあるんだけど大体どれも特徴は共通してるんだよ。うん、まあ四金刀はともかくクールベはこれ何を描きたがってるこの絵の中でへ。なんか手前のなんか扉みたいなんかね。これ <laughs> これを描きたいの。もうもうもうちょっと大きな捉え方で。大きな <laughs> 岩。 だだだろ、<laughs> だと思うんだよ。<laughs> はい、この崖自体なんだよ、はい、クールバイを描こうとしてるのは。でブーダンは <laughs> <空>だよね、はい、どう見ても一番に息入ってるのは空だよね、はい、モネは <laughs> 海。 なんだよ <laughs> そうなんだよこれやっぱりこの三人の画家の特徴が同じテーマを描くことでよく出てると思うんだよね、うん、あのクールブはやっぱりこうい岩とかそういうところに興味でブーダンはやっぱりここでも会計画家とは言ってないけど空なんだよ、うん、でモネはほら水平線が高いもん <laughs> 半分は海だもん、はい、だしこの 義気のののの入入れ方方もこの海の反射の方に力が入ってるんだよね。うんうん、で、この「エトルタの崖」の描き方を見てみるとねそれぞれの画家の関心がどこにあったかっていうのがすごくよくわかるんじゃないかと思いますね。うんうん